ウォッチャン3やっていきます。2024年5月24日追加されました。おいしさ半分こステージ1ですね。チュートリアルです。いや、ほんと久しぶりですね。あなたがウォッチャンや妹をちょっとだけお手伝いしてハッピーにしてあげよう、グローバルギア様のゲームでございます。まず気になる場所をね、いろいろタップして調べるみたいな感じですね。ラムネをちょっとアイテムは使いたい場所までスワイプですね。ちょっとボッチャに渡してみるか。これ半分にやるアイスですかね。これでクリアですね。ボッチャ3です。さあどんな感じになるんだろう。あ、もう一個あるみたいですね。左上1番、もう一回入ってやろう。失敗バージョンもあるみたい。このシール集めも今回やっていきますのでね。私はこの渡す人をちょっと変えたら多分失敗するみたいな感じなのかな。じゃあもう一個あげる2つ飲んじゃった返せ返せみたいな感じですね。でこれね、失敗しても右上見てください、ニューシール集めることができますので、ステージ2泣き止んで、これでガチャガチャやればいいのかな。ちょっとやってみる。ボッチャに持たしちゃったけど特に何も起きないな。右上は、じゃあ妹にもカスタネットかなこれあー2人でやりましたね。あー喜んでる。最初はちょっと簡単な方ですね。このぐらいの難易度がいいですよね最初は。じゃあちょっとリトライして他のやつも見ていきますかね。これ赤ちゃんに渡したらどうなるんだろう。赤ちゃんは渡せられないな。これも赤ちゃんに渡せられないな。これ逆渡したらと、ああでもダメだな、両方渡す感じ。坊ちゃんタップしたらこんな感じになった。あっかんべーみたいな感じか。なるほどね。あと1個は何だろう。分かんなかったらヒントを見るっていうか、ちょっと1回戻るんですよ、ステージ。この右上のシールっていうところがあるんですけど、ここにね結構ヒントが載ってあるんですよ。赤ちゃんをタップするですね。でこれでやっていくみたいな。でこれが多分一番早いと思います。でゲットしに行くを押したら、ボッチャ3にもなるとすごく遊びやすくなってますよね。で赤ちゃんタップするこれで全部集まった。ただしこれ正解に関してはこっから見れないんですよね。ヒントを見るってやって、広告を視聴してからこの正解は見る感じになりますね。次3、トイレヘルプですね。紙がなくなっちゃったのかな。まあでも家だから全然大丈夫なんじゃないかな。これドア開いてるあ、見られちゃったトイレ。あ、紙お願いって言ってる。お金ちょうだい。お金取るのか、入ってんのかな、どっか。あ、あったよ、10円どう。はいどうぞ。あ、10円で言ってくれた。あ、持ってきてくれたしかも閉める。いや、なんか今回一発合格ばっかりですね。てか紙取りすぎだよ坊ちゃん。 CM を視聴しました。まあ、いつも通りこの CM に関しては私動画カットしてるんですけど、このグローバルギア様のゲームが今後もね続くためにはこの CM はね見るのは大事ですよ。本当にこの CM の収益によってこのゲームがね作られてるみたいな感じですからね。という感じで話してたらちょっと失敗しましたね。今はなんかトイレのあのボタンを押したみたいな感じですね。この10円玉を坊ちゃんは渡せないのか。これをどうなんだろうね、開けるしかないのかな。ここ右タップしてもダメだからね。あと1個の失敗のやつ、お金あげなかったらどうなるんだろう。お金、はい、あげないみたいな感じでタップした。あ、どっか行っちゃったこれで全部集まりましたね。まあ、行けるところまでやるか今回は。結構ねステージもたくさんあるんですよこちら。あ、このような感じですね。本ゲームアプリは皆様からの広告収入で運営ができておりますので、まあ私下も黒く隠してるんですけど、下のところにも広告がね表示されておりますね。でも結構面白い広告もありますよ。なんか他のゲームのやつとか、なんかあ、こういうの売ってあるんだとか。まあちょっとの広告ですからね、そういう広告を楽しみながら
遊ぶっていうのもいいかもしれませんね。ていうか一番下にたまにね個人情報っていうか近くのね家のお店とか出てくるからそれ怖いんだよね。そこだけはちょっとね途中黒くしたりとかしてるかもしれないけどね。あ、上カラス。カラスって光物が好きですよね。なになに、私なんかタップしちゃった、なんか気づいたら失敗してましたね。可愛いですよねこのシール、ね、ナンバー10。このカラスいいよね。あ、カラスタップしちゃったのかな私。ここは開くかな。じゃあ坊ちゃん取れるこれ。あー、まだ取れないか。木とかタップしたら、おー揺れて、この木の枝で取れるんじゃない。ここ、おいおい、カラスじゃないって。渡しちゃダメだったか。あ、喧嘩でやられちゃったね。まあシールは集まりましたよ。あ、蜂の巣なんか見えた。恐ろしいなあれ。じゃあ木をタップして、これタップしすぎると蜂の巣が落ちてくるんじゃない、ほら。あまりタップしすぎたらダメという感じですね。だからこの木の枝をいかにうまく使うかみたいな感じでしょうかね。お、なんかまた新しい広告に変わりましたね真ん中。じゃあ1回タップすれば OK ですね。ここでタップして、これでこれを使おう。ここの上のところダメかな。 OKOK、 これで OK ですね。坊ちゃんに渡したらダメでしたから、これで手に入れて、これカラスにあげるのかな、で交換してもらうみたいな。どうぞ。1個しか持てないからね。喜んでくれた。このカラスかわいいな。これは一体何だったんだろう。今日ゲットしましたね。音のバランスとかどうですか。あと1個ちょっと集めますね。1回出てからちょっとヒントを見ますか。ここ主人公をタップする。あ、そんな簡単なのでよかったのか。そういえば最初カラスタップしましたもんね。あれ、あ、チュートリアルこっからだったんだ。私ちょっと他の話してたから分かんなかった。じゃあ主人公タップしますね。スライディングみたいな感じ。あ、でも鳥の糞とか運気が上がるとか言いませんか。言わないか。よし、ステージコンプリートしました。こんな感じにコンプリートしていきます。鼻から急に言って、なんか昔ありましたよね。なんかチャラリン、鼻から牛乳みたいな。あ、左上のオレンジがめちゃめちゃ気になるんだけど。あ、オレンジがあった。オレンジをタップ。給食はどんな感じなんだ。取ろうとしてんな。ベロベロバーみたいな感じが。はい、あげるってこれ。あげたのに、あ、笑っちゃったから牛乳が出ちゃったみたいな感じか。あ、ほらほら、この音楽、てるりー、肌から牛乳だ。これね、ゲーム作ってる人が私と同じぐらいの世代かも。いや、最近の人って知ってます？ 10 代ぐらいの人、このてるりーん、肌から牛乳みたいな感じの人。なんかね、グローバルギア様のゲームやってて結構ね近いのかなと思って作ってる人が私の世代に。ちょっと友達タップしたらダメだった。友達タップしまくってるよ。あー、かかっちゃったな。先生に怒られちゃったな。このみかんを何かに使うんだと思うんだけどね。上のデザートっていうところに入れてみるか。じゃあ切って、このみかんは絶対使うんだと思うんだよね。ちょっと上に置いてみるか。はい、1個置いた。これ坊ちゃんのやつも取るのかな。ふう、あ、誰か来たよ。この辺タップしとこう。なんかあるかもしれない。あ、みかんいる人、はーいみたいな感じで、今のうちに食べろ食べろ。あ、よかったよかった、飲んだね。もう置けば OK でしたね。あと1個もちょっと集めよう。あ、面白いですよ。ご協力ありがとうございました。3回笑うのを我慢する？どうやったら我慢できるんだろう。そのまま置いとけばいいのかな。1回目、ふう、何もしなければ OK かな。2回目、あー、我慢して頑張って。3回、もう1回よ、もう1回我慢しないとダメよ。絶対タップしてしまいますもんね。あー、3回目吹いちゃったんだけど。あー、汚れた。これはダメですよね。あ、コンプリートしました。何もしなければ OK でしたね。意外とね、何もしないっていうのが難しいんですよね。
落書きミッケってすごい落書きしてる。ステージ6ですね。怒られるぞこれ。坊ちゃん怒られそうだな逆に。はーい、拭きます。拭いてもまた枯れる。すごい、ある意味頭がいい子供かもしれないね。しかも顔に書かれてる。チーン、リトライ。右にも行ってみますか。なんかいろんなのがある。これ怪しいでしょう、見るからに。もしかしてこれで縛るとか。どうなの。段ボールもなんかありましたよ。なんか作るのかな。いろいろ集めます。椅子の下開いた。え、なんか怪しいよこれ。なんかやんのかなこれで。なんかね、動いたのが怪しいんだけど、もうないのかな特に。これ雑巾とかタップしてもダメだから、これ引いてピロって貼って段ボールができて、赤ちゃん入れて箱の中で書きなさいみたいな感じかな。ふう、消せた。よかったよかった、クリアできました。なんか面白そうなのがいっぱいありますね。あとはなんだろうね。2つ、これ赤ちゃんをタップすると段ボールを渡してスタートする。え、段ボールを渡してスタート、段ボールだけ渡すってことか。テープじゃなくて段ボールを渡してスタートするってどういうことだろう。このあ、段ボールをタップすればいいのか。さあどう、飽きるのかな。横に行っちゃうってことね。段ボールをちゃんと畳んでないとこのようになります。じゃあ最後赤ちゃんタップですね。取り上げて、泣かれるんじゃない。ほら、じゃあステージ7番、チャンネル争奪戦ですね。お、なんか音楽が流れてますね。音楽番組と見てるのかな。あ、でも戦隊ものも見てる。音楽番組となんか戦隊もので争ってるみたいな感じか。ピコピコ。私が押して、あ、奪い合いになっちゃった。リモコン破れそう。でママが結局ニュース番組を見ましたね。でも大人になるとね、ニュース番組の方結構見てしまいますよ。なんかいろいろ探してみる。あ、ゾンビになっちゃった。怖い怖い、なっちゃった。いやー、それ再生押してしまうよ。いやー、ダメだったなゾンビは。だからこれ押しちゃダメだね。これ、あ、なんか取り出した、ゾンビを取り出したよ。これをなんか入れるんじゃないのかな、どっかから探して。なんかあるか、右上とか。特になんもないか。あ、 CD 取れるんじゃないこれ。ほら取れた。なんかそんな感じか したよ。で入れてこれで再生させるんだよ。二人同時に仲良くなってみたいな感じか。でも私はね、グローバルギア様のゲームずっとやってるからね、もう大体のことはわかりますよ。残り2つですね。まず坊ちゃんをタップしてみよう。戦隊もので泣かれた。次妹タップしてみるかな。シール集めですね。はい、音楽番組の方。見れてないよテレビ。まあ聞きたいんだろうね、音楽をね。こんな感じで集まりましたね。お庭外やっていこう。8番、なんかサクサクできますよね最初は。お庭外、なんか豆が1個。ちょっと待って、ネズミみたいなのもいるんだけど。これネズミタップした。豆持って、あ、これ豆を集めるゲームだ多分。行ってみる。とにかくね、豆をね、どん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 集めてやれば勝ちだと思う。あ、ジャックと豆の木。あ、ここで豆が出てきたみたいな感じか。上から降ってきたよ。あ、これはダメだ、罠だった。まあ、クリア方法は分かりましたよ。絶対ね、豆を集めてくるみたいな。すごい、スイカは、これ、本物のスイカゲームじゃないの、ないかもしれない。もしかしたら、分かんない。ちょっと、それは見てないから。まあ、本物じゃないとか、本物とか、まあ、それを言う自体、私もちょっとおかしかったかもしれない。あまり気にしないでください、私の発言。あと1個あるはずなんだけどな。どこにあるんだろうな。お父さん持ってるかな。渡す？あ、これ渡しちゃダメよ。カラスにあげるのか。3匹いましたもんね。多分そうだ。これカラスだ。あ、ちょっとずつこうやって学んでいくという。
カラス3匹だからね。私も初見プレイですからね。1個ずつあげるか。はい、君どうぞ。はい、君もどうぞ。はい、君もどうぞ。これでいいのか。これ邪魔者いなくなった。これでこれカラスがいないから大丈夫、いける。はい、おぎまーすと、オッケーオッケー。なるほどね、まあ、ここの豆から1個拝借してもよかったけどね。残りのシールを集めます。お父さんをタップ。妹が怖がってる。本当に泣いちゃった。で次はね、これを渡す。食べちゃった。あとはカラスにこれをあげたらどうなるのかっていうのが気になりますよね。リトライで、これで全てですね。はい、上行って、はい、どうぞ。大量にあるよ。いっぱい集まってくるんじゃない。そうでもなかった。3人で食べてる。上から降ってきた。ある意味は鬼は外みたいな感じになってるけどね。いや楽しいね。9、雨の日はやっていこう。てるてる坊主を作る感じかな。一種これをどんどん集める。へなへな、ちょっと何言ってる。1個2個3個あ、取れないな。でもあ、いっぱい。私が真ん中タップしまくったらこんな感じになった。これ回数とかいるのかな。怒られちゃったよ。いや、ティッシュも意外と高いんですよ。すいませんね。ちょっと後ろの窓閉める。これなんか開いたり閉まったり。妹タップ、クレヨン、特に何もないか。じゃあ1回タップしてみるか。2回、うわー、2回でやってみる。これ回数なのかな。スタート、うまくできた。なんかイケメン風のてるてる坊主ができたよ。どう、熱すぎる。猛暑になっちゃった。なるほどね。じゃあこれあえて1回でいいのかな。お、ちゃんとしたてるてる坊主だ。何回も押しちゃう感じが。あ、閉めないといけないのかな。窓濡れちゃうよね、これだったら。ほら、なんか窓を閉めるやつがあったからね。あ、怖っ。これはね、引っ掛けでしたね。なんか今のシール、もう一回見てみよう、後で。なんかいい感じだった。いい感じっていうか、なんかすごいホラーだったよ。これで完璧でしょ。で、今2回と1回試したから、3回試したら、あとの最後のシールかな。いいね。虹がかかってる。しかも床もピカピカ。いや、クリアできましたね。じゃあちょっと1、これ閉めとこうね。2、3、はてな、おお、気になる。あ、これは丸めるやつか。ダメだな。ちょっとステージで見てくるか。シール、あと残り1個。妹タップしたりとかするのかな。見てください、このあれ、ホラーのテレテレ坊主、どこ行った、シールのやつ。あれ見れないのかな。なんかすごいホラーの、あ、これ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 。ナンバー34、力が出ない。これはちょっと、あ、1枚で作る。あ、さっき1枚で作ったけど、あ、何も取らないで作るってことか。そういうことか、理解した。このままスタートを押すってことですね。まあ確かに、ヘナチョコのテルテルボードになってたからね。窓閉めてから1枚で作ると。ね、この、はい、スタート。あ、よう1枚で作れるね。でももっとヘナヘナになるでしょう。落ちるんじゃない、首から。雨止まないなみたいな感じかな。いや、これはよくできてる。時間が過ぎるの早いですね。楽しいから年々コロリやっていこう。なんか年々コロリよっていう歌知ってます。これ 上は怪しいな。はい、お母さんタップした。なんか夜泣きに疲れてるみたいな感じか。失敗しましたね。左も行けますね。なんかいろいろ落ちてる。この辺をなんとかするんだろうな、多分。中にもなんか入ってる。布団と眼鏡は取れない。
もうこれあれじゃん、最初のやつじゃん人形。これ入れたりとかできるのかな、どうなんだろう。入れたりはできないか。これ渡すのかな。ちょっとお人形はこっちですよね。これ上だ。はい、上。あ、なんか戻ってきた、電池みたいなのが電池がなかったのか。これ上に上がって、多分これ電池がないから電池を入れてあげるんだよね、多分。ここか、入ったよね電池。あと枕、枕渡そう。はい、どうぞ。いや、枕じゃなかったかもしれないけど、これですっきり寝られたみたいな感じになりましたね。よかったよかった。いやー、よかったよ本当に。いや、うまくいきましたね、いろいろやってたら。2つ手に入りましたねこんな感じですね。次、シール集めですね。ウサギをちょっとゲットしますこのなんか横に立ったんだね、これをね怖い怖い、吊り下げるって書いてありましたもん。恐怖だよねこれ、トラウマになっちゃうかもしんない。であとは赤ちゃんをタップするって書いてありました。あ、妹ちゃんが見てあげる感じかな。いや、ますます泣いちゃったはい、集まりましたよ一応。いや、もうあっという間に10終わりましたね。11、パパはどれ、こういうの好きだな。でも絶対この中にパパいないと思うよ、3人の中に絶対いない。パパはどれだと思います皆さん。あ、まだあるの、どれだ。絶対パパいないと思う私は。一発合格してみる。これ蜘蛛の巣、これで抜けるんじゃないの。ピカピカになったよ。鐘を鳴らしたらパパが来る、どうなるんだろう。離れて、ほら、絶対そういうことかと思いましたよ。もうね、私知ってるんですよこのゲームを。じゃあリトライしましょうか。でも皆さん、他のパパタップしたらどうなるのかっていうの気になりませんか。ちょっと一人ずつタップしていこう。でも5個あるんですよね。うわ怖っ、マジでビビった今普通にびっくりしちゃった私。じゃあこっちの子、女の人かな。あ、ダメだよみたいな感じ。これはこれでいいんじゃない。パパ見つかりましたよ一応。じゃあこのパパは絶対体型から違いますよね犬持ってたのかすごい犬に嫌われてる。チーン。じゃあ左、マッチョなパパ、タンクトップ着てなかったよ。お、持ち上げてくれるかな。おお、すごいすごいすごい。あ、パパ焼きもち焼いちゃうよ普通に。あと1個ですね。あ、2個集まった。あ、これで全部だパパしょぼんしょぼんなるよ普通に。12やるか。睡魔との戦い。あ、こっくりこっくりなってるね。なんかなんでこんなところにマジックペンが落ちてんだろう。あ、黄金のクワガタいるよ。これは眠気が覚める。みんな集まってきたよ。あ、うるさくなっちゃった逆にこれは逆にダメってことだね。いや、でも綺麗だなこれ。うるさくて寝れない。いや、寝るつもりなの。睡魔との戦いしてるんだろう。あー、これ吹きました。ここでよだれを。これどうなんだろう。スタートってあるからスタートさせてみる。これでよだれを吹いただけですけど。寝てるのバレちゃったよだからいろいろタップしてスタートさせる結果、これはちょっと難しいかもしれないな。まあよだれは吹くのは確定でしょうね。で、上のノートとかタップしてみます。左上のカーテン開けたら絶対ダメだよ隠れてるつもりかそれスタート押す前にもうダメだった。右上のカーテンちょっとやってみるか。何か起こるかもしれない。これは、あ、閉めちゃった。もっと眠たくなるんじゃないのこれ。どうなんだろうね。浮いてから、これマジックペンも気になりますけどね。これでちょっとスタートさせてみるか。ね、眠っちゃうよね。お、隠れてる。あー、カーテンで隠れて見つからなかったみたいな感じかな。
あ、これでクリアでしたね。あとマジックペンのやつもやってみよう。これちょっと渡してみるか。なんかすごいこと起きそうだけど。落書きするのか。あとよだれ拭いてなかったらどうなるのかみたいな感じかな。でそのままスタートさせたらかな。どうなんだろうね。最後は右のカーテンを閉めて拭かないでスタートさせるみたいですね。よだれを、先ほどはよだれを拭いたんですけど、あーめっちゃこぼれてる。これはまずいみたいな感じか。これで一応全部集まりました。なんかすごい負け格プロレス。お、音楽も変わった。パンチ、どうしよう。次パンチが来る。え、これスタートさせてみる。そのままこれ多分ダメなんだと思うけど、持たれた。はい、かわすかわす。高い高いやられてる。悪いレスラーじゃないかもしれない。かわすとかも取れますね。パンチも取れる。あと1個何かゲットしたいんだけど、おー、なんかある。ジャンプがありますね。どうするんだろうこれ。まずかわしてジャンプしてパンチ、どうこのコンボ。やってみる。まずかわす、シュッ、ジャンプ。ダメか、パンチ。あ、勝った、勝てました。これの並び順でなんかいろいろ手に入るみたいな感じが、2つも一気に手に入ったぞ。真似しないでね。じゃあ残りのやつもちょっとやってみますか。これこの辺だったよね。タップしたらジャンプが手に入るから。これ1個だとダメなのかな。かわ、ジャンプでスタートしてみようかね。はい、さあかわしてない。あらみたいな感じかな、ね、全部のやり方みたいな感じでやってみます。今からじゃあかわすでスタートしてパンチ、どうこれ。かわしてパンチです。シュッ、パンチパンチパンチ、効かないね。前はジャンプで倒したので、じゃあ最後パンチがなかったらどうなるのかっていうのやってみますか。かわした後ジャンプで最後パンチしたら勝ったんですけどね。このかわす、あ、ちょっと取れない。こうやってやらないとダメなのか。すぐ、はい、この2つでやってみましょうか。さあここでジャンプ、最後のパンチがない。あ、最後のパンチ結構攻撃力あったんですね。なんかしょぼいかと思ったけど、さっきはこの最後にパンチで勝てましたもんね。これで一応全部集まりましたよ。大事なデータ14、破っちゃった感じ。お、なんかゲームが始まったよ。これコンセント抜くとまずいよね。ゲームだから大丈夫か。あ、セーブデータ消えちゃったかな。大事なデータってそういうことだよね。この辺ないよね。いや悲しいよね、プレイ。あ、ボスクリアしてたんだよね。できるか、何時間かかるんだろう。ゲームオーバーやられちゃった。どのぐらいかかるかわかんないよね。いや私も実況撮ってて実況のデータが全部消えたら悲しいですよ本当に。直してあげよう。あ、で、お手伝いしたらプリンよって書いてある。ママよりって書いてあるね。プリン作ってあげる。なんかいろいろ手に入ってるよ。なんか材料とか手に入ってる。これ肉じゃない。なんか余計なものも手に入れてるような気がするんだけど、気のせいかな。アイテムいっぱいになっちゃったよ。なんか一個一個渡してみる。なんかいるんだと思うんだけど、うん、ダメだな。ちょっと難しいなここは。料理ができるんじゃないのかな。お、これ入れれる。サイド。あ、なるほどね。パズルにするってことか、これ。面白いな、この試み。なんかいろいろタップしてて、全然ダメだなと思って、これ一個下げるか。どうすんだろうと思って、渡してもダメやし、みたいな。これ下かな。これ上か。OK、できた。全部入りましたよ。お手伝いってそういうことか。お片付けしてねってことね。はい、プリンが手に入りました、これで。いや、結構ね、悩みましたよ。
恐る恐る。どうぞ。なんかね、プリン作るんかと思った最初。あ、クリアできましたね、これで。いや、よかった。シールを集めていきます。そういえば、ウサギもゲットしてなかった。これもなんか入れる感じなのかな。あ、私余計に取っちゃったんだ、こうやって。でも入れ替えしないとダメだからか。ウサギは入れることができないな。ウサギ取ったらもう、アウトなんじゃないかな。あ、でも入れ替えできるのか。ウサギ渡してみる。いやー、こんにちは、こんにちは、みたいな。あ、怒るか、そりゃ。なんかふざけてるように見えますもんね。じゃあ、何もないけど、声かけてみます。許してくれないよ。データが消えたんだもんね。まあ、このような感じでね、ぼっちゃん3遊んでみました。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。一応ね、まだまだステージはね、たくさんあるのでね、なんか気になる人はね、ダウンロードインストールしてね、遊んでみてください。で、31もあってから32、シール100枚以上集めたら遊べるよみたいな感じですね。